どうもグリです。トレクルやっていきましょうということで、今回は戦国さんの解放をやっていこうの回でございます。やっていきましょう。でですね、あの秘伝の書なんですけれども、80冊用意してきました。で、80冊、用意してあるんで、まあ、とりあえずね、80冊入れていこうというよりかは、まあ、それ以内に終わっていただければありがたいということでございます。で、付けたい解放に関しては5つ付けられるので、必殺弾短縮、スロット持続成立上昇、あとは封じ、船長交換無効体制ですね。で、もう1個マップ体制とかも付けようと思ったんですけど、まあ、毎ターン回復にちょっと今回しようかなと思っております。で、毎ターン回復つける理由なんですけれども、コスト20以下のキャラに関して、毎ターンをつけてるキャラが多かったりっていうところで、自分のボックスとちょっと相談をして、はい、決めました。で、まあ、今後ですね、この前、封じを必ず解放するっていう、秘伝の書が追加されたんですけど、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、そんなようにですね、他にも、いろいろこれしか解放しませんよっていう、その特別な秘伝の書っていうのが今後実装されるんじゃないかなと思ってるので、まあ、付け替えとかね、結構楽になってくるんじゃないかなっていうところで、今回はその5つにしたいと思います。まあ、あれかな。で、この秘伝の書を入れる前にですね、ちょっとやりたいことがあるんですけど、オーズがですね、来てたじゃないですか。そこで2冊ね、ゲットしたんで、これをちょっと先に、まあ、運試しで入れていきたいなと思います。行きましょう。これね、1上がってくれたらね、もう最高に嬉しい。最高に嬉しいです。お願いします。おっしゃー、1上がったー。来た。これは大きいぞ。結構、上げ幅が高くて、9、8、9上げぐらいしなきゃいけない。マックス19ターンらしいので、はい。なかなかね、上げ幅が多いんですけど、まあ次に、確か砂弾のイベントだったかな。で、落ちるので、その時に、一回捨てちゃったんでね、本を。はい。もう全然出ねえと思って、そしたらやっと出てくれたんでね。ということで、まあ1上がりました。これはちょっと幸先いいですね。うん。ということで、結構数多いので、入れていきましょう。で、ちなみになんですけど、その封じの秘伝の書ですね。まだ取ってあるんですよ。で、封じが、解放なかなかされないなっていうキャラに入れようと。いうことで、はい、まあ、今回使うか使わないかわからないですけど、行ってみましょう。早速5冊。ドン。結構枚数多いんでね、バンバン入れていきましょうか。はい、お願いします。最初の5冊。ドンドン。船長効果、毎ターン。来てる。スロット持続成立上昇、5分の3ですね。これはなかなかいいんじゃないですか。で、一応、この前ね、動画とかいつも撮ってるコンちゃん、に、ご指摘されたんですが、ご指摘いただいたんですが、こういう場合、例えばマップダメージをつけないけど、これ出ちゃった場合、で、2ついてるじゃないですか。で、まあ皆さん多分もう知ってると思うんですけど、あえてつけとくと。で、もし万が一これ5になった場合、マップダメージ出なくなるんで、その分確率が上がると。で、今更気づいたっていう、それ、俺が。うん。全然俺そんなの気にしないで、これつけないんでいりませんとか言ってて、前回捨てちゃってたんですけど、そう。なので、基本的にはつけていきます。はい。でも最初に言った5つでやっていきます。ドン !10 冊スロット持続性、必殺ターン短縮、スロット持続性、OK です。なかなか来てる。いいんじゃないですか。うん。なかなかいい感じですね。一旦来ました。で、マップダメージがプラス3になったので、はい、これはこのまま継続していきます。封じが来てないのかな？封じが来てないですね。うん。行きましょう。まあ、10冊でこれはなかなかいいスタートかなと思うんですが、15冊目ですね。行きましょう。大成功。ドン。スロット持続性。おお、来るね。船長効果無効マップだ。お、また5分の3。素晴らしい。いい感じです。おおおお、すごい。スロット持続成立がもう4つつきましたね。毎ターンが2、船長効果無効が2か。で、ヒッターが1と。うん。まあまあ、封じが来てないだけかな。ヒッターもちょっともう少し出てほしいかなっていうところで、はい、20冊目いきます。で、そうだ、ちょっとこれを入れながらお話ししたいんですけど、フレンドに関してですね、フレンドさんに関して、募集しますっていう前回、動画で言わせてもらったんですが、
筆談、お、来た。筆談成長効果向こう。オッケー、素晴らしい。いいんじゃないですかね。はい。で、そうそう、こうやって話してるとね、途切れ途切れになっちゃうんで、フレンドさんに関してのお話、ちょっとさせてください。今既存の、フレンドさんに関しては基本的には切らないんですけど、2日以上空いちゃってる方、まあ、いつも募集するときね言ってるんですけど、2日以上空いちゃう方に関してはちょっと切らせてもらってます。申し訳ないです、すいません。で、今既存の方でレベルが低いんですけどっていう、あの結構コメントいただいたんですけど、全然それは気にしません。はい、あのレベル低かろうがもう、あのいつもお世話になってますんでね。はい、なのでみんなと楽しくっていう感じで、てか今回解放すごくない？なかなか来てない、封じが来てないだけ、封じが本当に来ない。そうそう、なので、そこに関しては、安心してくださいというよりかは、あのむしろ、自分なんかをね、あのフレンドにしていただいて、はい、一つ枠をね使っていただいてるってありがたく思ってますので、はい、その辺は大丈夫です。うん。で、一応枠を開ける時にですね、今までそのノラ申請っていうんですか、ID とかじゃなくて、ノラでお世話になってた方をちょっと数名、申し訳ないんですけど切らせていただいて、やっぱりあのこうやってコメントいただいてる方とかを優先したいっていうところがあったので、はい、なので、その方たちをちょっと切らせてもらって、10、15ぐらい枠を作ろうかなと思ってます。で、500になった時のボックス紹介で、方法に関してはまた告知させていただきますので、封じが来ません。どうしましょう。すごい現象に陥っておりますが、これ封じが1個も来ないぞ。うん。でも順調に他は行ってますね。マップダメージ終わっちゃうよこのままだと。まだあるよね、大丈夫だよね。よし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 、まだ大丈夫でしょう。結構あのみんなが5になっちゃえば終わるのでね。うん。はい、なので、方法に関してはまたボックス紹介の、はい、動画で、お話しさせていただこうかなと思っておりますので、うん、そんな感じでございます。封じが来ません、本当にひどいありさまでございます、この状況。はい、マイターンと船長効果無効、あとスロット持続性率上昇が終わりました。うん、まあペース的にはいいんじゃないのかな。これで結構、封じが来やすくなるということなので、これ早速封じの秘伝の書使えそうですね、今回ね。はい、行きましょう。そんな感じです。なのでフレンドさんに関しては、そんな感じで、おお、本当に封じが来ない。必殺短短縮が、あとマップダメージがマックスになったのかな。うん、これなんかほぼほぼ解放終わってるように見えて、封じ来てないですからね今、マジで封じ耐性来てませんからね。まあでもまだあるので、これはもう戦国に全部入れるつもりで集めたのでね、うん、いいんじゃないかな。必殺ターンが終わってくれたら嬉しいな。マップ、うん、マップもあれかな。あ、封じ来た、封じ来た、封じ来た。おお、すげえ、ここで巻き返してきた、素晴らしい。じゃあマップを外させてもらって、これで揃ったので順番を変えます。これね、これこういう順なんですよね、なんかよくわかんないんですけど、うん、います、こういう方、あのこの順番重視みたいな方います。これで必殺ターン短縮と封じがあと2で終わりです。これいけそうですよ。いつもね、解放動画、終わらないで終わっちゃうんでね。あ、終わらないでっていうのは、解放が終わらないで動画が終わってしまうので、はい、今回は終わらせたいということでいきましょう。ドン、お願い、封じ、一旦封じ。お、終わった、あれ、あ、終わった、早っ早っ、あ、マジか、わ、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげでございます。本当に。すげえ、終わった。マジか。超嬉しい。あ、何冊残ったのかな？ちょっと見てみましょう。ありがとうございます。本当に。すごい、終わった。30冊残ったので、50冊で終わった。ぴったり。すげえ、やった！ありがとうございます。ありがとうございます。終わりました。ということで、30冊も残った、ちょっとびっくりなんですけど、これでですね、フェスゲン、決戦とかで、決戦スペートとかでね、解放できないフェスゲンは、これで全て終わりました。はい、
ありがとうございます。秘伝の書なので、ここからはガチャゲンキャラクターとかに入れていこうかなと思います。すげえ。まあ、クロコダイルとかはまだダンジョン来てないんでね、はい、来た時にまた解放したりしないといけないんですけど、うん、クロコダイルはね秘伝の書じゃなくてもできるんで。ということで、今回解放終わっちゃいました。ありがとうございます。こんなに早く終わること自分の動画であまりないのでね。うん、まあ、フレントンさんに関してはそんな感じです。なので、またボックス紹介の動画、あとね、海賊レベル4なので、はい、もう少しお待ちください。頑張ります。で、解放動画ですね。戦国の解放動画。最後までご視聴ありがとうございました。他にもですね、いろいろ動画上げております。ガチャ動画とかね、攻略動画、あとはまあこんな感じの、解放動画、まあ、結構自己満が多いんですけれども、はい、お付き合いいただけると嬉しいです。チャンネル登録までお済みでない方は、ポチッとボタンを押して、登録してくださいお願いしますということで、今回戦国の解放やってみたでございました。グリでした。バイバイ。ありがとう。終わった。嬉しい。はい、どうもグリです。ご視聴ありがとうございました。これからもどんどん新しい動画ですね、上げていきたいと思っておりますので、どうかチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はですね、動画内チャンネル登録の吹き出しをクリックしていただいて、スマートフォンの方は、動画の下にですねチャンネル登録ボタンがありますので、そちらをクリックしていただくとチャンネル登録ができます。もしよろしければポチッとお願いいたします。そのポチッとがね、動画を上げる糧になりますので、どうかよろしくお願いします。それではグリでした。バイバイ。またね。